まだじゃ。
沈むるにあたわず海は何者ぞ。桜姫と申す。ことを始める前に一つ聞きたいことがある。我が父母、タケルビとトヨハナの行方を知らぬか。うんぬはタケルビらの娘か。これは面白い。稚拙なる両親に続き、うんぬも我が腹に収めてくれようぞ。そうか。それを告げてくれたことには礼を言わねばならんな。すべての迷いが晴れたわ。羽衣よ、今こそ進化を見せる時ぞ。わしはどうなっても構わん。その代わり、残されたすべての力を貸してくれ。我が名は桜姫、ヤナトの神にして日の絵の民である。お主が創世樹の力で無二の強さを得たように、わしの血に宿るものがある。父母より受け継いだ血と力、この日の絵で守るべき者たち、それはわしの宝じゃ。創世樹には引けは取らんぞ。大いなる水の神よ、紳士立てまつる創世樹。その言葉、血は争えぬ。こしゃくな人の神が、我はもはや大水地にあらず。我は大間が通大水地、すべての神と人に仇をなす者。行くぞ玉爺、最後の戦いじゃ。おひいさま、どこまでもお供しますぞ。受けてみよう。
Let's go!
受けてみよう。行け！
呆れたやつだ。このわしすらも退けるとは。やってみるもんじゃの。土台無理ではないかと思っておったんじゃが。この身が滅びし時が来たようだ。麓の世に縁さ続けば、わしは三度よみがえるであろう。しかししばらくはそれもあるまい。なに、それはどういうことじゃ。おい待て、せめて話が終わってからにしろ、羽衣め。うぬの、北条神の力だ。麓の世の怨嗟がこの島に吹きだまり、鬼を生むように、今麓の世は飢えと戦の時代を終えようとしている。人の子らはたどたどしく手を取り合い、新しい国を作っていくだろう。そこにはわしを紡ぎ直すほどの縁さはない。こたびのこと、夢忘れず、そして励むこと。この大御土の恨みすすぎし、偉大なる人の神よ。あの時と同じです。心が離れています。こたびはどこに行ってしまったのだ。誰の心とつながっている。神様ば連れて帰るって。そうか、なかなかお戻りにならんさくな様たちを案じ、心だけで迎えに行ったか。ほんにこいつはふらふらとしょうがあんめえな。でも今は信じて待つしかねえ。あいつがああしてるように。ただ祈るしかないというのか。この頂きの世でオラたちは何に祈ればいいんすかよ。ほいなの決まってるっちゃ。サクナとカイマルだべ。あいつらだって。私の信じる神はやはり違います。見るて。でも二人の帰りを信じることはできます。私も私の神に祈りましょう。サクナとカイマルを私たちのもとに。あ、やっぱりわしは消えてしまうんじゃな。悔いはないはずもないが。ご立派でしたぞ、おひいさま。わしらは一体どこに向かっているんじゃ。ふもとの世だとすると人にでも生まれ変わるのかな。願わくばまたおひいさまのもとに生まれ変わりとうございます。わしもじゃ。せいぜい甘えさせてくれよ。どうした、何故に止まる。何か来る。光るものが。わかる。わかるぞ。これは。大きくなりましたね、
サクナ。母上、母上なのですね。あなたが大水地を下したことで、その腹にあった私たちの魂が解き放たれたのです。私たち、もしや父上もご一緒か。おう、たきり火様、玉は父上、照れる気持ちは同じですが、こう、他にもっと。本当ね、仕方のない人。羽衣よ、忘れましたか。お前の正当なる主は私です。力の代価を払う務めはこの私、豊花が果たすべきもの。どうか我が子を、サクナを連れて行かないで。感情が合わねってなら俺のもつけとくぜ。一騎当選の先人、たけりび様の魂だ。光栄に思えよ。そんな、せっかくまたこうしてお会いできたというのに。私たちはとうの昔に死んだ身、もはやお前にしてやれることはこれ以外何もないのです。それならいっそ私もお連れください。ずっとこの日を夢見ておりました。幾夜も泣きながら床に着いたのです。寂しかったんだよ。お前はもうガキじゃねえ。力を尽くし、誰も成し得なかったことを成したんだ。胸張って仲間のとこに帰れよ。こいつを連れてな。かいまる、あなたを求め心だけでさまよっていたところを、私たちと同じく大水地に捕らえられてしまったのです。さくな、帰る帰る。こいつ喋るぞ。あらあら、これはベソをかいてはいられませんね。そのようです。誰かが連れて帰らねば。こら、お主のせいで家族水入らずが台無しではないか。お別れが言えてよかった。名残は惜しいですが、たとえ世を隔てても、私たちはずっとお前を愛し見守っていますよ。はい。忘れるな、お前は俺たちの子だ。はい。タマよ、苦労かけちまったな。サクナをよくここまで育ててくれた。これからも頼むぜ。はっ、この命ある限りお仕えいたします。父上、母上、どうかご達者で。サクナは生きていきます。さようなら。日の絵に戻ってきたか。はて、カイマルの姿が見えませぬが。わしと一緒におるよ。うちに帰れば目を覚ますはずじゃ。